サンタさん、行ってください。頑張ってください。痛い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 。プレゼント持ってたぞ。大丈夫？大丈夫かこれ、トラップあるぞ。頑張ってますね。あ、焼いちゃった！はい、それでは遊んでいきましょう。ホッケー封筒ですね。よろしくお願いします。今回はサンタさんの仮装をして、まあ、サンタさんはほら、毎年25日、12月25日にプレゼント運んでくれるじゃないですか。今回は、サンタさんの真似して、サンタさんみたいにプレゼントを運ぼうかなと。寝ているイカちゃんを起こさないようにプレゼント渡していきたいですね。で、これがね、ベッド。これベッドにして、ここで寝る。あ、一個足りないのか？サンタさん。オッケーオッケーオッケー。こっちだよ。早く睡眠。睡眠取らないと日付変わっちゃうぞ。寝よう。戻ってきて。一人が外出してます。帰ってきま、帰ってきていいや。寝て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 。おやすみおやすみみんなおやすみ。おやすみなさい。なんかサンタさんが呼んでる。なんか呼んでたぞ。あ、来た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 。ちょっと俺カメラマンとして見ていきましょう。今回のサンタはヒレオとアフロかな。これサンタの帽子じゃなくてアフロだな。頭がでかいな。おお、早いよ。やられちゃったよ、一人。ああ、こっちもやられちゃったよ。早いよ。俺、この年になってまだサンタさん信じてるんですけど、ずっと信じてるんですけど、なんか5年ぐらいも起きてなくて、俺の家にもこうやってイカちゃんたちが、ヒデオくんでもよか来てくれないかな。大丈夫か？結構今ガッツリ暮らしてたな。あー、なんかあっさり落ちてる。あー、一人やられた。あ、プレゼント1個なくなっちゃうじゃん。あー、大丈夫か？これは大変だぞ。あと一人になっちゃったぞ。サンタさん、無事に、イカに届くってことはできるのか。ヒデオくんがもうダメージを受けながら、ゆっくりと来てます。生きてるとすごいな。よく生きてたな、ヒデオくん。あ、来た来た、ベッドのとこ来た。痛い。やめて。やめてやめてやめて。プレゼント粗末にしないで。何？痛い。はい、今回はですね、自分がサンタさんの真似っこをして、寝ているイカちゃんのところに、はい、プレゼント運んでいに行きたいと思います。まさかのガチアサリ、欲しいものは何かわからなかったので、まあ、アサリがいいかなと。美味しい。食べれるから危なかったね、今。まあでも、トラップ一発じゃ死なないから、うまいこと回復しつついけばいいんですけど、ここめちゃくちゃ塗られてる。ついてこ、ついてこ。あ、こっちが俺がね、開けてあげたとこだから、大丈夫だと。爆発した！嘘だ！嘘だ！ちょっと、二度目の、二度目のチャレンジ。いや、意外と難しいな。どこにトラップがあるかわからないからね。寝てる場所は、ベッドの場所は、さっきの場所なのか？どこで寝てるんだろう？寝てる場所はね、俺まだわかんなくて。あ、ちょっと待って、これ、段差うまいこと使えば。あぶや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 ぶ。ダメージを食らっていた。ちょっと回復しよう。一回センサー取って、あれ？おい、味方のサンタさん、人やられちゃったぞ。ほら。やれちゃったぞ。すでに俺しかいない。これどうしよう。絶対、あー、絶対あるじゃん、もう。助けて。死ぬ。死ぬ。ちょっと一回帰る、一回帰る、一回帰る。お家に帰ります。我が家に、サンタの我が家に帰ります。やっぱさ、サンタさん苦労してるよね。こういうきつい思いしてんじゃない？本物のサンタさん。俺は偽物だけどさ。本物のサンタさん、もっと、
もっと厳しい。待って、なんか道があるぞ。道がある。これラッキー。あ、てか寝てる。子供たちが寝てるぞ。侵入成功した。欲しいか？プレゼントが。もう寝てるな。ちょっと目開いてるけどな。どれ？早い早い早い、よく早い。そんな好きなの？それが。え、みんな走っていく。プレゼントみんな好きで。走っていく、見て。犬みたい。犬みたいだぞ。